そう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 、ターミネーターだ。はい、おまけの夜でーす。どうもー。どうもー。じゃ久しぶりですね、二人スタイル。そう、確かに、うん、毎回いろんな愉快な仲間たちがね、最近いましたもんね。いろんなことやってましたけど、うんうん、なかったね。まあでも最近ほらテレビの仕事でね、二人で。そう、僕ら今テレビの仕事で忙しいのよ。今日もね、この前テレビの仕事撮ってきてね。何本撮りあれ、三本撮り、三本、月一ですよ。見てください、よかったね。あー、よかったよね、はいはい、ということで、はい、僕がお化けの夜の人で、はい、映像作家の柿沼です。はい、僕は映画チンピラ、お笑いコンビジャガモンドの斉藤です。はい、お願いします。今日はですね、はい、なんとちょっと宣伝を任されまして、ありがたいことですね、はい、なんと、うん、あのターミネーターのニューフェイト最新作、まあ、DVD が出るということで、うん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 、僕たちが感想を語っていこうじゃないかというわけでございます。もうでもいつものお化けの夜スタイルで、そうですよ、バーッと言っていいってことですよね、はい、はいはい。ただ今自分で言って思いましたけど、はい、僕たちターミネーターを売るために動画を作るような身分になったんですね。いや大したことですよ。不思議ですね、今思うと。変な感じ、変な感じだね。見てね、はい、はい、これよかったら見てね、はい、そうですね、そうですね、これデジタル配信とレンタルありますんで、見ていただいて感想、この動画見てほしいですけれども、うんうんうん、まあ見たい人もたくさんいると思いますので、そうですね、はい、まだやってなかったんで感想会やっていきたいと思います。はい、このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのチャンネルでございまして、一つでも好きなら好きでいていい場所でございます。全部見てる人もなかなかもしかしたら珍しいかもしれない、ね、そうですね、うん、そもそもそんな続いてたのっていう人もいるかもしれないですからね。ね、はい、知識に上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。はい、それではやっていきましょう。お願いします。はい、どうでしたか？この宣伝だからっていうわけじゃないですけど、うん、映画館で見てないっていう人多いかなって思ってて、実はテレビによくでよくやってたじゃないですか、2とか、うん、やってた、1、2なんていうのはもう人気で、うん、ただその後の3、4、あとリブート版の1本っていうのがどうしてもこう、なんだろうな、あんまりこう不人気というか、はいはい、あんま支持されてないんですよ、うん、で、多分今回だニューフェイトとか言われて、うん、またやんのって思ってる人多いと思うんですよね。確かに僕ね、うん、まあ世代じゃないけれど、うん、3が出た時ですら、うん、あ、続きやっちゃうんだって俺思ってたもんね。そうですよね、うん、そんなに大きくなかったと思いますけど。そうなんですよ、はい、3でさえ思っちゃってたぐらいだから、うん、またかよって思っちゃう人多いと思うし、うん、映画館見てない人多いと思うんで、うん、これはちょっとぜひレンタルでもいいし、はい、配信でもいいからちょっと見ていただきたいって僕は思っていて、はいはい、なんでかっていうと、やっぱその2の、みんな大好き2の直接的な続編なんですよね。はいはいはい、91年に2があって、うん、30年ぐらい経ってるわけですよ、うん、約、うん、そのなんだろう、その期間も込みでちゃんと今回のニューフェイト、うん、チュワちゃんも老けたし、うん、サラ・コナーも老けたし、そうだね、で、ジョン・コナーがどうなったか、うん、2の後のジョン・コナーがどうなったかっていうのも、はいはいはい、全部今回のニューフェイトやってるんですよ。そうだね。 でも今回はキャメロンが入って、ジェームズ・キャメロンが入って、そうだね、はい、で作品をコントロールしてるので、うん、マジで正統続編になってるんで、はいはいはい、うん、ちょっと多分それでなんかまたやんのかよと思って見てなかった人はちょっと絶対見てほしいなっていう。確かにもうなんていうの、うん、もう舞台はもう完璧に作られてるわけですからね。そうそうですそうですそうです、うんうんうん、もう題目は通ってると言いますかね。そう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 、はいはい、もう見る理由揃っちゃってるから、はいはいはい、ぜひ見てもらいたいなっていうところですね、うん、まずはまずはね、はい、はい、その上でなんですけど、その上ではそうね、こっからじゃネタバレということで、そうですね、はい、冒頭をまずどう思うかですよね。もういろいろ教えて、もう全体どう思ったの。いや、僕は、はい、大丈夫、なんか鼻水大丈夫。風が、すいません、はい、ちょっとすいません。僕は、はいはいはい、2から結構立ってって待ってるじゃない、うん、で久々にあの続きかって見た時に、うん、じゃああんなに2で頑張ってたのを、うん、ゼロになっちゃったんだって思っちゃいましたね、まずは。まあね、うん、思っちゃうじゃん。なんかさ、いや、思っちゃうじゃんって思わない、うん、思っちゃうじゃんって思う。なんかさ、ちょっとそうそうそう、いや、みんな思っちゃうじゃんって。だから、僕は、うん、やっぱり、まあ、別にこれは、ただ、嫌だったんです、最初見た時、うん、なんか、嫌だよね。だって、2であんなに頑張ってさ、うん、それこそシュワちゃんだってこれでね、こうなって、ね、あれで涙を流した人もいるし、あとイケメンだし。彼が好きなところもあるじゃん。そうだよね、2に関して言うと、うん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 、その彼っていうのもあるよね。そう、うん、セクシーさもあるしね。そう、
で、その死に方も結構あっけないじゃん、うん、ただなんかその代わり、その今まで3とか、4もそうだったんですけど、うん、ジョン・コナーの話なんですよね。そうだね、基本的には。はいはいはい。だけど、その今回のニューフェイトで最初にジョン・コナーを合わしちゃったことで、うん、それはコナーの話になるじゃないですか。はい。それは僕、新しいなって思いました。ああ、なるほど。新しいし、うん、逆にやってるこれ見たかったかもなって思う部分もちょっとあって、うん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 、なんか1ってさ、サラ・コナーの話じゃないですか、うん、はい。で2で、なんだろう、ちょっと薄れてくじゃないけど、あの、まあ、だからほんと魅力的なね、あの男の子が。そうそうそう、名前ちょっとわかんないけど、で魅力的で、うんうんうん、なんか、あ、このちっちゃい子が未来の何指導者なの、うん、みたいな、うんうんうん、なんかその感じたことないこのタイムトラベルもののワクワクがあるよね。そう、しかも2でちょっと不良じゃん、うん、なんか悪さするタイプのやつだから、うんうん、こいつがなんか救世主になってくるのいいな、うん、みたいなのあるけど、うん、それをもうやっぱ3、4で散々見たから、うん、今度はちゃんとサラ・コナーの話になってるから、うん、そういう意味では良かったなとは思います。あれはでも、うん、シュワちゃんが嫌なんでしょ。シュワちゃんがだからそうこれもね、もう、うん、いやだからね、サラコ、そのジョン・コナー、サラ・コナーの件もなんか五分五分じゃないですか、今の感じ、はい、そうだね、シュワちゃんの件も五分五分で、五分五分なんだ。そう、っていうのも、うん、シュワちゃんが いるからターミネーターだって思えるっていうのもありますよ、もちろん。まあね、それはある。まあ、こんな考え方嫌だけど、ターミネーター、ニューフェイトやりましょうってなった時に、うん、いや、シュワ出さなきゃって多分なるじゃないですか。うん。で、手話を。だってサラ・コナー出すんだから。そう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 。うん、だったら手話出さないとおかしいってなった時に、うん、でも手話老けちゃったし、うん、このまま出すにはどうしたらいいんだろうで、多分逆算してこう考えて、うん、あの設定になるじゃん。味方で出てくる風にするにはそうするしかないから、うん、いいんだけど、でも、ターミネーターって機械だし、俺らが知ってるターミネーターってそういうことなのかなみたいな、うん、なんかちょっと嫌なんですよ。心があるじゃん。あ、あるね。両親に目覚めたのね、そう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 、みたいな感じだと思うね。そう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 。うん、でもなんか、そのあのターミネーターの世界線だとちょっと、それっておかしいんじゃないっていう。まああるし、うん、俺はそれで一番嫌だったのは、うんうん、まあ、その、シュワちゃんがまあ、両親目覚めるは、うん、まあ、面白くはないけど、はい、はい、って感じじゃないですか。はい、それ嫌なのはね、うん、そのサラ・コナーが滑稽になっちゃうっていう。あー、なるほど。なんかね、その後の、うん、いや、カールなんて呼ばないわよ、とか、はいはいはい、あったなんかさ、うんうん、その、うん、ね、20年追ってきて、なんか息子の写真を1枚も撮ってなかったのとかも、うん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 、なんだろうなー、なんかね、うんうんうん、入れないんだよね、そのサラ・コナーに。はいはいはい。それ、言ったら、あのサラ・コナーは、うん、もう、1だし、2じゃん。うん。全部を引きずってるサラコナーで見てますから。延長線にいるよね。そう、うんうん、でしかも昔の映像も入るから、うんうんうん、あの延長で見てるサラコナーだと思って感情移入してると、うんうんうん、あのシュワちゃん出来事からのサラコナーはなんかね、あーなんか許してっちゃうのね、はいはいはい、あーなんかファミリー感出ちゃうのね、うん、みたいな、うんうん、カリスマだったのが、うん、なんか割とその台本通り進んでいくおばあちゃんになっちゃうから。そうだよね、うん、だからハロウィンで言ったらマイケル・マイヤーズを許すみたいなことじゃないですか。そうそう。うん。それってまあありえないし、うん、その、シュワちゃんと対立して、あ、うん、そういうのがやりたい、バーンって打っちゃうとか、うん、でも、あ、どうせこれ、共闘してくんだろうなって思いながら見ちゃうから、うん、レールに乗った感があるってことですね。うん、そう。その前の、武器めっちゃ持ってて、うん、I'll be back っていうとことかもう、うん、まではね、よーじゃん。そう、よ、そう。かっけーみたいな感じだけど。うん、あ、そう、こそサラコナー来たーなのよ。そう、うん。でもあそこからあとはなんとなく俺の中でサラコナーじゃない、サラコナー風おばあちゃんでしたね。そうねー、うん。強いおばあちゃん。そうねー、うん、なんかこう、そうですねー、うん。で、なんか、うんうんうん、はい、女の子をさ、はいはい。今回助ける女の子いるじゃん、うん、主役の、うんうん、であの子がまあ最終的には大事なね、うんうん、まあ前作でいうとこのジョンのポジションでした、はい、みたいなオチなんですけど、はいはい、オチっていうかね、まあ、それも別に何の驚きもないんだけど、そう、ね、別に、うん、そうでそれに対して、うん、あなたがジョンなのねみたいな、はい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 、なってくじゃない、うん、いや分かるんですよ、うん、ストーリー的にははい、はい、そうだよね、うん、それでもう守る目的は確かにできましたと、はい、全員が生きる目的を見つけた瞬間かもしれないけど、はい、あのジョンとこれ並ぶっていうさあるんですよ重みが。こっちはねもうちっちゃい頃から見てますから。なるほど、そうね、あのイケメンジョンを、うん、それが冒頭でなんか出てきたと思ったら死んじゃって、そうだね、そうだね、でこの子がジョンなのね、いや並ばないっす、
はい、僕の中ではまだまだまだそうまだちょっとすいませんまだ早いよみたいな、ね、はいはいはい、なのにさらいけちゃうみたいな、はい、そうだね、うん、そうだね、俺らよりもさらコナンいけちゃってるみたいな感じがね、なるほどね、俺らより絶対不器用なはずなのに、うん、過去シーンでさ、あの具体的なシーンが出てくるじゃん、よりなんか僕はちょっと冷めちゃって、うん、そのジョン・コナーって割とそのなんだろうな、ちょっと、うん、あのこっちの想像力働かせるぐらいがちょうど良かったりする感じ、うんうん、そのジョン・コナーってすごいって言われてるけど、ワンツーでは具体的にジョン・コナーがこんな格闘が強いとか出てこないじゃん、うん、具体的なジョン・コナーの活躍をワンツーで描かないからこそ、うん、こっちがなんか希望に、なんだろう、そこなんだろう、伸びしろ、わかるわかる、がなんかこうワクワクするじゃん、すごいわかる、だからツーはさっき言ったけど、はい、その少年でえこの子が未来の指導者なのってわかんない分、なんか、うん、でもわかんないけどこの子は殺しちゃダメなんだよみたいな、ほんと同じ気持ちになるよね、そうこの子は手を出すなっていう、みんなで守れみたいな、わかんないけどこの子がどうにか化けるんだって、うん、そこの化ける分は自分たちの脳内で補完できるんだよね、逆にチャッチーじゃんみたいな、わかるわかる、すごいわかる、まあほんとそれで言うと僕は、はい、あーって思ったのは、うん、この未来を見ることで、はい、こいつじゃなくても大会聞くぐらいの規模感じゃない感はあるんですよ、そうね、疑っちゃうよね、そうなんかね、うん、この子が圧倒的なカリスマって感じがしないっていうか、はいはい、要は唯一無二感がないというかね、うん、そうそうそう、うん、代わり聞くんじゃないですかって思っちゃう、はい、そうなんか要はさ、よく歌もんでもさ、なんかもう天使の歌声だみたいな、うん、神の歌声だみたいな設定はあるとしても、うんうんうん、本当にその歌声で説得力持たせるのって映画的に難しいじゃないですか、はいはいはい、みたいなことだと思うんですよ、はいはいはい、だからこれがそのすごい悪いことしてるんじゃなくて、多分これしょうがないんだけど見せちゃうと、うんうん、そうそうそう、限定されちゃうからね、そうこっちでね、あこの程度ならこいつじゃなくても別にこの子死んでも違うやつまたこのね、しかもさ、うん、もう言ったらジョン・コナーが死んでも変わらなかった未来じゃない、そうだね、ぐらいこの運命は強力なわけじゃない、うん、その強力な運命の中で、うんうん、このぐらいの子だったら亡くなっても多分違う未来、違うやつが立ってそうだなぐらい、それこそ第三のジョン・コナーそう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 ぐらいのなっちゃうよね、僕は、はい、とはいえ、うん、やっぱさすがだなと思ったのは、あの普通に 見れるっていうか、ほうほうほう、普通に映画としては面白いなーぐらいの感じは見れるんですよ、うん、もうツッコミどころは盛りだくさんなんですけど、もちろん今みたいにね、うん、言ってればね、でその上で僕が良かった点は、うん、まあ、今回の映画って、うん、もう言ったらなんて言うんだろう、昔のターミネーターをやりましたじゃないですか、そうね、リメイクみたいな感じだよね、もう言ったら出てくる人も一緒だし、うん、だからやってることも一緒だし、うんうん、設定もほぼ一緒、うん、進んではいるけどもう一回あの設定蘇らせましたみたいな感じだし、はい、今のテクノロジーでやったらもっと良くなるかもねみたいなことですよね、うん、でもその今のテクノロジー感もちょっと控えめで、うん、そうねそうね、あの頃の僕たちが好きだったスターウォーズってこういう感じだったよねって感じで撮影もしてるし、うんうん、なんかカメラのアングルとかも、うんうん、なんか CG の感じとかもそうだし、うん、そのカメラワークもなんだろう、本当に撮ってるぐらいの可動域でしか動かないんですよね、そう、だからね、そういう面白さがあった、なんか、うんうん、あ、今この時代にこの感じの映画見れるんだ、うんうん、みたいな面白さがあって、うん、で、しかもその中でちょっといいなと思ったのは、うん、今回主役の、はい、女版ジョン女の子と弟が働いてる工場があるじゃないですか、あるあるある、あの工場で、うん、なんかその弟の空縁減らされる時に、うん、あのこう機械がうん、工場でこう働いてるんだよ、はい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 、あったあった、うん、で、え、うん、何これ機械が働いてるってなって、うんうんうん、いや未来だよみたいなのが、うんうん、もう昔だったら、うんうん、ね、グレムリン2ぐらいの世界観だったら、うんうん、松本零士とか、うん、手塚治虫が描く未来みたいな世界だったんだけど、うんうんうん、今はあるじゃん、本当にあるあるある、あ、これがあのターミネーターになるんだ感がちょっと、うん、って思ったのよ、だから俺らが今いる現代のと地続き感がちょっとあるってことでしょ、そう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 、この現代でも行く行くはターミネーター出るんじゃねぐらいの感じ、ね、うん、の説得力、あのシーンはあって、確かに、おおってちょっと思った、あとね、うん、僕ジョン・コナーね、さっき言ったね、はい、そのシュワちゃん嫌説あるじゃん、はい、僕ねでも一個グッときたのは、うん、あなたが自由をくれたっていう設定はいいなと思った、ああ、はい、だからそのさっき言った最初に、うんうんうん、今までの頑張りはって思っちゃうじゃんに対して唯一救いがあるのはそのサラコナーが、まあでもそれも意味わかんないんだけど設定考えると全然時系列意味わかんないけど、
サラコナーが、まあ、スカイネットを倒したから、うんうん、要は自分の勤めてる会社を潰してくれたというかね、潰してくれたから、うん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 、フリーランスになったシュワちゃんは初めて自由を得た、はい、だから奴隷じゃなくなったみたいな、そう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 、アトムみたいな話ですよね、うん、そうなの、その無駄ではなかったんだなっていうのはちょっとグッときましたけど、うん、どういう設定超変なこと言うけど、うん、T2 でシュワちゃんが死ぬ前にスカイネットが送ったターミネーターは残ってるっていうことですよね。それはなことはないよね。そんなことはないんだけど、うん、未来と現代のリアルタイム性みたいなさ、そうそうそう、 ね、 ね、同時生配信みたいな世界観じゃないでしょそうそうなんだけど、未来は現代の過去、あ、先の話だもんね。そうだね、うん、まあ言っちゃダメこれは。だからもうこういう系の映画はもう言わないようにした方がいいってこと、ね、にしてもちょっと穴だらけですね。そうだね、うん、おかしいもんね。でもね、ぐらいの話なんじゃん結局は、うんうん、ターミネーターシリーズって、そもそもね、そもそもね、うん、でさ、あれ面白くないですか、あの液体と骨格に分かれるけどさ、はい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 、効率悪そうっていう。そうだね、あの表情が初めてちゃんとついたというか、あの言ってたね , 笑う、そうそうそう、しかもその T2 のシュワちゃんのぎこちない笑いじゃなくて、うん、あーどうもよろしくお願いしますっていう、この、うん、あの滑らかにコミュニケーション取れるターミネーターだったじゃん、うんうん、あそこちょっと笑っちゃったそう、だからそこ進化してるんだ。そう、なんかその過去に戻すぐらいの技術あるんだけど、うん、AI がそのちゃんと人間っぽくない程度の技術でもあるっていう、はいはいはい、あの昔は本当に何も思わなかったけど、うん、やっぱり時代が進むにつれ、うんうん、よく考えたらあれなんだろうぐらいの設定のまんまやってくれるから、はいはい、そのロボ感というかね。でもやっぱそのあのこの、やっぱあの感じが怖いなと思いましたけどね。そうなんですよ、それだから、ね、それもいいんですよ ね、 ね、あのお父さんに化けちゃう、うん、はいはいはい、最初にで、ね、そう、で、お父さんと喋ってその時笑うじゃん、うんうんうん、そうなんだみたいな感じで、うん、で、お父さんになって、うん、工場来る時にそう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 、あれさっきあんなに流暢に喋ってたのにこの機械感は何なんだろうって思うけど、うん、でもあれがゾッとするんだよね。そうそう、怖いんだよね、しかも絶対こいつあれだって、そうなんだよ、ターミネーターだってなるんですよね、うんうん、あとね面白かったのは、うん、ラストバトル、はいはいはい、の、うん、あのえぐみ、うんうんうん、あの機械が機械を殺すってことの、うんうん、あの躊躇なさ、あ、わかるわかる、うん、それめっちゃわかる、あれいいよね、うん、あの人間でしたらめちゃくちゃグロいことをやってるんだけど、うん、っていうか年齢して入っちゃうぐらいのことじゃん、うん、あの回転のところにブーってやったりとかさ、うん、鎖ぶん回してとか、 そうだね、うん、その首取れたりとか、生身でやったらもう R18 とか、うん、PG とか入っちゃうけど、うん、機械になるとあの全然関係ないっていうのがすげえおもろいなって思う、ね、そうだね、確かに。でもシュワちゃんが体半分一緒に巻き込まれる、そう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 、倒すために自分の体を壊しちゃうみたいな感じが面白くて、そう、あれとかもちょっと普通だったらえぐいし、うん、人間だったらもうあそこスリラーじゃん、うん、ってこの、ね、要は鎌がこう来るのに敵もやりたいけど自分は逃げたいみたいな、うん、はいはい、その自分が逃げたいがないから、ないないない、行ったらーみたいな、全部消耗品だからそうそうそう、全部やっていく感じはすげえ楽しいですよね、うん、あれ面白いよね。うん、あとは3人ともバトルの仕方違うのもちょっと面白いね、はいはい、うん、機械でもう受けながらでもやれるパワータイプのシュワちゃんと、あの半分機械だから、うん、なんかうまく避けながらも、うん、でも戦える、うん、あの強化人間と、うん、あともう絶対に食らっちゃいけないけどずっと銃をぶっ放して距離を保ち続けるサラコナーね、はいはいはい、そうそう、だから援護射撃っていうかね、そう、あの連携プレイめっちゃいい、近距離中距離遠距離で戦ってるんだよね、そう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 、うん、あれめっちゃいいですよね、うん、最後のね、ドーンカーンボーンみたいな、そう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 、あれだけでもめちゃくちゃいい感じするな、うん、そう、だから今だからいろいろ言うことあるけどっていうのってもうほんと昔の日何でもそうじゃん、もうネタになる感じね、うんうんうん、だからこんないっぱいあるけど、うん、普通にね、なんか別にターミネーター見てるなーって感じする、うんうんうん、だからターミネーターを見たいと思ったら全然いける作品だなと思う。そうですね、いやもう今映画ってさ、ずっと最近もう面白い映画いっぱいあってさ、はい、どんどん映画クオリティで上がってると思うんですよ、はい、もうテンポも編集、うん、演出も、うん、脚本も、うん、リメイクも、うん、はい、どれも面白いじゃないですか、はい、だからこそ今だあのね、昔の作品めちゃくちゃリメイクしてると思う、うんうんうん、賞賛があるっていうか、うん、面白く作れる自信あるんだなハリウッドってすごい感じるじゃん、うん、はい、なんだけどやっぱずっとそれやってきて思ったことは、うん、もう10年20年前のリメイクって、うんうん、
現代アップデートでよりボリューミーにもっとすごいことになりますよ、うん、新解釈ですよ、はい、みたいな、はいはいはい、でそれが結構批判の対象になっちゃったりして、うん、これはそれじゃねえよ、うん、みたいな怪我すなみたいな、ね、そう、はい、うん、っていう時代もありまして、はいはい、それを超えて今進んできた映画の中で、うん、もうリメイクもそれ猿の惑星じゃないけど、はい、面白い、そうね、原点回帰もしてるし、うん、そうそうそういうこと、うん、だけどさらに解釈がつながってより深まってて、うん、俺ら今の現代でもすごい楽しめるエンタメになってるみたいなことが進んでたんだけど、うん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 、なんとなくそれも飽きてきて、はいはいはい、それすら飽きてきて2週ぐらいしてるんだよね、してるのよ、うん、そうで長いもんね、そのリメイクブーム期間がね、そうで今回の見た時に、うん、昔だったらうわ原点回帰やっほーいみたいな、うんうんうん、多分作品だったと思うんですよ、うんうんうん、だけどもう飽きてるから、うん、いやこれリメイクじゃんみたいな、そう、ね、うんうんうん、なんかもっと今だから見れる違うもん見せてよって、その10年、うん、20年前叩かれてたあれを求めてる自分たちがいますね、はい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 右が嫌だったのにそうそうそう、また求めちゃうみたいなね、うん、左右で、うん、いやわかるわかる、今ちょっともう右寄りやん、うんうん、そうなんだよね、あの頃のあれをちょっと良くして、うん、あれあれって楽しむ時代がちょっともうブーム過ぎちゃったのかな、はいはいはい、っていう時にこのニューフェイトだった気がします、うん、そうですね、それを俺は決定的に感じましたね、わかります、めちゃめちゃ、はい、ハリウッド全体がこう多分学習して反省して、うん、いろいろ多分試行錯誤してリメイクとか続編やってる中でのそれってことですよね、うん、だからもうまた今度左に寄ってくんじゃない、そうなんだよ、また全然違うものにみたいな、それはすごいあると思います、うん、もうだってやりすぎだもんリメイク、そうターミネーターなんてもろ多分3があって4があって5があるから、うんうんうん、多分そのターミネーターをずっと見てけば、そのハリウッドの反省と修正とかすごいわかる、すごいわかる、で、いつもターミネーター遅いの、そうなんだよね、うん、みんなが反省始まった頃にそれやっちゃうから、そう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 、今回も多分そういうことなんですよ、そうでしょうね、かわいいですね、そう見るとね、かわいいです、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということで、うん、まあ、DVD ブルーレイそしてレンタルも始まりますんでね、はい、みんな見て感想お願いします、お願いします、じゃあねー、バイバーイ。